まずは、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角を中心に向けて折ります。裏返して、 反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように正方形に折り替えますこの部分を縦の筋に合わせて折ります 反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 裏返して反対側も同じように折ります。 これで折り鶴でおなじみのひし形ができました下にしてこのように向けます下の角をこの上の三角の先っぽのところで真上に折ります折ったら今度はこの上の一枚を下ろしてこの両側の 先っぽの右側をこれぐらいの位置というとわかりにくいんですがこの三角と下のこの三角が同じぐらいの大きさのところで折ります3等分になる感じですねこれと横に合わせるとこのようにぴったり合うぐらいの角度ですこの角度で折ります反対側も同じように 大体でいいんですがこう閉じると3等分になるようにこんな感じです。この状態で上を戻して次にこの部分を斜めに折るんですがひとまず裏側に向けてこんな感じに折ります。 反対側も同じようになるべくスタイル対称になるように一度裏側に斜めに折ります折ったらこれを一度戻してこれを上から開いてさっきの折り筋に合わせて今度は中で折ります中に折るようにします こんな感じです。反対側も裏側に折ったものを戻して中から広げて内側にこのように折ります。折ったら今度は裏返してこの部分先っぽの三角を真下に折ってそれをさらに内側に向けてこのように折ります。 折ったこの小さな三角をこの部分の隙間に差し込みます差し込んで隠しますこんな感じです反対側もまず真下に折ってそれを内側に折ってこの小さな三角をこの中に差し込んで隠します こんな感じです。表にするとこんな風です。次に上の先っぽをひし形の中心に向けて折ります。折ったらこの部分、大体5ミ、mm、リぐらいのところでさらに上に折り返します。これを表に向けて、今度はこの部分の小さな角を 裏側にに斜めに折りますすこんな感じです小さな角を裏側に斜めに折って押さえて次に裏返してこの部分の1枚を 5mm ぐらいのところで細く折りますこちら側も 5mm ぐらい細く平行に折ります 最後に下のこの部分の角を中心に向けて細く斜めに折ります。こんな感じ。反対側も斜めに折ってこれで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。 目を描くんですがこの角の部分からまっすぐ伸びる角度で線を引きますこちら側もこの角の部分にまっすぐ伸びてる感じで目の線を引いてその線に沿って下に目を描きますちょっと鋭めの目です こんな感じかな黒目は目の中心の方にやや大きめの黒目を描きますあとは鼻の穴を小さく描きますこんな感じかな 白いマーカーで白目の部分を塗りつぶします。鼻の穴を描いて、残りの目の部分も縁取りします。目の光を描き込んで、これでストライクの完成です。